こんばんは。みんな来るの早くない？何も予定入れてなかったけど、ちょっとします本当にちょっと。もう10時過ぎぐらいまで、10時10分ぐらいまでします。そう、ちょっと顔を見せておこうと思って、私はいつもとは変わらないんですけど、そうでもね、もしかしたらショールームができなくなる可能性も十分にあるので、こんばんは。フラワーフェスティバルは中止じゃないよ。 STU が出なくなりました。フラワーフェスティバルはあります。 STU は出ません。こんばんは。これ加湿器です。メンバーがなんか結構3人ぐらいお揃いです。偶然。こんばんは。だるま、ありがとうございます。広島のおすすめスポット、難しい。広島、セルフ写真館私が番組のロケで行ったセルフ写真館一人でというか、カメラマンさんがいない写真が撮れるところです。
なんか結構面白くて、小道具とかもたくさんあって何使ってもいいんですよ。そう、テレビ派ですね。特集？あと何があるかね。で、行ったことないけど、なんか芋のお店がちょっと最近できてました。あの角のちっちゃいお店みたいな見かけたことがある。入ったことはないけど、なんか芋のお店、なんか本通りらへん、本通りやったっけ、ちょっと場所がわからないんですけど、なんかありましたね。なんかわからんな、食べ物屋さん、場所、平和記念公園、原爆ドーム、あと広島駅のお土産とか結構いろんなものが置いてあって見るだけで面白いです。何やったっけ雑貨、何やったっけ、雑貨株式会社、なんとか株式会社っていう雑貨屋さんがあるんですよ。そこぜひ行ってみてください。もう お店の見た目からしてめちゃめちゃ可愛いので、閉まってたらすみません。閉まってたら申し訳ないんですけど、開いてたらぜひ。せっかく有給取ったのに、本当にそれには申し訳ないです。もうどうにもできなくて申し訳ないです。
別に自分が謝ってるというか、なんか言う言葉がないって感じです。自分が別にごめんなさいって言う必要は別にないと思うし、しょうがないので、これはしょうがない、しょうがないことです。こんばんは。あ、いました。お芋屋さんと雑貨屋さん探して行ってみるだって。ぜひ行ってみてください。特に雑貨屋さんはおすすめかも。なんか楽しかった。なんかレトロなステッカーとかアメリカンな感じが好きだったら絶対にいいと思います。男の人でも女の人でも入りやすいところだと思いました。こんばんは。まあみんなファンの方も元気に過ごしてくださいね。まあいろいろ疑問点はあると思うんですけど、私は答えられないので、今の時点ではね、PR の発表とかね、どうなるのとか気になると思うんですけど、そう、私は答えられないので、ご理解ください。後々多分公式で発表があります。それをお待ちください。メンバーからは言うことができません。お待ちください。もう公式で発表してるよ。え、してなくない？え、自分もまだ正確な情報知らないのにしてるんですかね。こんばんは。じゃあそろそろ終わろうかな。そう、今日はもう少しだけにしておきたいと思います。では、あ、壇上読みますね。しゅうちゃんさん、 ABC ハウスさん、みーたさん、きよにいさん、かつりんさん、ゆきふくさん、
たっちゃんさん、まっちゃんさん、はぎちゃんさん、サージカルさん、タッキーさん、さとしさん、けんけんさん、ありがとうございます。いや、皆さんも気をつけてください。おやすみか。